難民高等弁務官事務所、本部国連難民高等弁務官事務所は、1950年12月14日に設立された国際連合の難民問題に関する機関。経済社会理事会との連携関係にある専門機関から、総会の補助機関に改組された。国連難民高等弁務官は、1951年に、 採択された難民の地位に関する条約と1967年の議定書に基づく国際連合による難民や国内避難民の保護など難民に関する諸問題の解決を任務としており高等弁務官事務所は高等弁務官の活動の補佐を行う組織である本部はスイスのジュネーブに置かれている前身は連合国救済復興機関そして国際難民機関である その活動が認められ、1954年、1981年にノーベル平和賞を受賞している。2000年には、設立50周年記念事業として難民教育基金が設立された。アメリカ女優のアンジェリーナ・ジョリーが2001年に、親善大使、2012年に特使に任命されたことで、注目を集めた。また、日本人ギタリストであるミヤビーが、 2017年11月に日本人として初めての UNHCR 親善大使に任命された。正式名称は国連難民高等弁務官事務所であるが、あまりにも長いために公式文書や報道以外ではあまり使われず、略称の UNHCR が使われる。略称の正式な読み方はそのままアルファベット読みした UNHCR であるが、 助けられたアフリカ難民だから自然にアンカーと呼ぶ呼び方が発生した。これは正しい読み方を知らなかったために発生した誤読が始まりであったが、助けられた人々が敬意と尊敬、感謝を持って呼んだために、UNHCR は誤読だと否定しきれずに一部地域では定着している。あまりにも広まり、また愛情を込めて呼ばれているために、一時期 UNHCR 内部でも、 アンカーを正式に認めてはどうか、と会議になったこともあるが、UN を UN と発言しないのは公式に行えば国連機関であることを否定しかねないとの意見があった。ためにアンカーの正式採用は見送られた。正しい読み方はアルファベット読みであるとされるが、難民が愛称を込めてアンカーと呼ぶ様は否定しづらく。 それらのことからアンカーとの通称を UNHCR は否定も肯定もしていない。歴代の高等弁務官は以下の通り、国連総会で選出され、任期5年。日本には国連大学本部ビルから移転し、東京都港区南青山に中日事務所がある。2020年4月20日以降の中日代表は、オーストラリア人のカレン・ファルカスである。 UNHCR 中日事務所は日本にいる難民の支援、保護のため日本政府や市民社会と連携、協力し、それぞれの活動をサポートしている。個別の難民の支援において難民支援協会、日本弁護士連合会、日本国際社会事業団などと連携している。日本における UNHCR の公式支援窓口として2000年10月に設立された 特定非営利活動法人、国連 UNHCR 協会がある。ありがとうございます。